京造菊池京造から1942年12月28日は、明治から昭和前期の宝石技術者、実業家、政治家。大日本宝石社長、貴族院直選議員、工学博士、陽名、文作り。伊予国は軍河夏浦で、昭和、菊池久右衛門に安なり、久子の三男として生まれる。1871年、一時、伊予吉田藩軍部業。 鈴木勝義の養子師となり、半校文部館で学んだ。その後、松山の勝山校などで学び、1976年、大阪英語学校に入学。1878年11月、父に無断で上京したが、父の許しを得て、勉学を続け、1879年工部大学校に入学し、予備科。 機械工学科で学び1885年4月に卒業した。1885年6月、海軍省に入省し、巡犯人間御用係に任じられ横須賀造船所、計画部に配属された。1887年3月、海軍省を辞職し、翌4月、大倉省に転じ、犯人間二等となり造兵局に配属された。 平野宝石の創立に伴い宝石技術者として勧誘され、イギリス留学を条件に承諾し、同年8月、大倉省を退職した。同年10月、イギリスに出発し、宝石工場での実施研修、野学での勉学、宝石機械の発注などを終え、アメリカ合衆国経由で帰国し、1888年11月、横浜に到着した。同年12月、 平野宝石支配人兼公務部長に就任。1889年天ヶ崎宝石の創設に関与し、同年6月、同社支配人兼公務長に就任。1890年摂津宝石の創設にも関与し、同年5月、同社公務長兼支配人に就任し、3つの宝石会社の技術部を担当した。 1893年6月、天川崎冒石取締役となる。1897年7月、摂津石常務取締役。1901年4月、天川崎冒石社長に就任。1902年4月、大日本冒石連合会委員長となり、1903年4月まで在任。1907年東洋冒石が創立し、 取締役社長に就任。1908年5月、東洋防職が天が崎き石に合併し、つもり工場となる。1915年2月9日、文部大臣より工学博士の学位を授与された。同年6月、摂津石取締役社長。同年7月、34銀行監査役に就任。1916年10月、 日本に毛宝石が設立し取締役社長に就任。1918年6月、摂津宝石と甘崎宝石が合併して、大日本宝石が設立し取締役社長となる。1924年8月、34、銀行東取に就任。河川時代への対応のため、1926年3月、日本霊園を設立し取締役社長に就任。 1927年7月、共同信託を設立し取締役会長となる。1933年12月、34銀行、山口銀行、河野池銀行の産業合併により、三和銀行が創立され取締役に就任。1936年11月、大日本宝石社長を退任し会長となる。1937年9月、 新日本霊ンを設立し取締役社長に就任。1938年6月、日本霊ン社長を退任し取締役会長となる。1942年5月、新日本霊ン取締役社長を退任し、取締役会長に就任。その他、協調会評議員、同様協会評議員、日本優先取締役、日本無線電信会社員。 交通協会評議員、大阪発明協会会長、大礼記念国産振興東京博覧会協議員、日本工業クラブ評議員などを務めた。1926年12月7日、貴族院直選議員に任じられ、同性会に属して死去するまで在任した。この間、内務省社会局参与、再生会評議員、大日本警防協会参助会員なども務めた。 1942年12月、慢性腎臓炎のため死去をした。ありがとうございます。